10月26日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師倉地圭です。今日も皆さんと共に御言葉を黙想し味わう時間を心から感謝します。こんなお話があります。電車の中で3歳ぐらいの男の子が、ちょっとトイレに来たそうな、そんなもぞもぞしている様子でありました。するとついにその子が、ママおしっこと言ったそうです。お母さんはちょっと腹を立てまして、どうしてもっと早く言わないのと言うと、その子が何を考えたのか、ママおしっこ、ママおしっこって早口で言ったそうです。そうじゃないの、どうして早く言わないのと言うと、もっと早く、ママおしっこ、ママおしっこと言ったという、ちょっと面白いお話であります。これから聖書をご一緒に学びますけれど、あまり早口で読んでしまわないように、さあじっくり御言葉を味わい、今日は黙想していきたいと思います。テサロニケ人への手紙第1の1章から、模範となる教会は美しい噂が広まりますと題して、今日はお話をさせていただきます。テサロニケ人への手紙第1章1節から10節。パウロ、シルワノ、テモテから、父なる神及び主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。このテサロニケの手紙第1は、パウロ先生が教会に送った最初の手紙、4つの福音書よりも前に書かれたであろうと、そう言われます。そんな状況でありましたので、この手紙は新しいクリスチャンたちの成長を励まし、信仰生活の在り方を伝えるものとして用いられたと、そう思います。1章の2節3節をお読みしましょう。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛の労苦と私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と、私たちの父なる神の御前に
絶えず思い起こしているとあります。パウロ先生の鳥なしの祈り、愛に満ちた祈りが書かれています。それは1番目、祈りの時にテサロニケの教会の兄弟姉妹のことをちゃんと覚えている。2番目、一人一人のことを神様に感謝している。そして3番目、それぞれの働きについて思い起こしていると、まあそこまで愛情にあふれた書き出しに感動するわけです。私たちもパウロ先生のように愛する兄弟姉妹、教会のためにそんなふうに祈るものであったら幸いであります。続けて4節をお読みしましょう。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。この4節を読んだだけで教会の一人一人はどんなに大きな励ましを受けたでありましょうか。彼らにとって人生を支える揺るぐことのないアイデンティティになったと、そう思います。その一つ目が神様に愛されている、二つ目は神様に選ばれているということが4節の中に書かれていました。私たちは神様に無条件の愛で愛されています。何かできるから、良いことができるから、利口だから、お利口だから愛されているのではない。何ができなくてもありのまま、弱さのあるまま、あるいは罪を持ったままでも愛されていると伝えます。でももう一つ、私たちは神様に選ばれているんでありますから、神様の愛を受けるときにありのままですけれど、私たちは作り変えられて神様に用いられる存在になるんだ。私たちもこの2つの自己意識を持って主の栄光のために生かされていきたいと、そのように願わされます。私はクリスチャンホームで育ちました。18歳の時に献身をして進学校で勉強していた頃のこと、私の父はサラリーマンでありました。まあ営業の仕事で一日中都内をまあ走り回るということであります。朝5時過ぎに家を出て、まあ夜遅くまでという大変な仕事でありましたが、私が父を尊敬するのは、どんなことがあっても水曜日夜7時半からなされる祈祷会を休まなかったということであります。9時に祈祷会が終わるんですけれど、まあ終わってしまう5分前に到着するということもありましたし、間に合わないこともありましたが、それでも教会に来ました。みんなが解散しても一人しばらく座ってお祈りしている姿を思い出します。たまに仕事が早く終わりますと、今日はメッセージに間に合ってよかったと、そんなことを言っていました。やがて会社の上司に、倉地さん、今日は水曜日でしょ、教会行って会社のためにお祈りしておいでよと、そんなふうに言われるようになるまで、まあ、父は残り5分でも祈祷会を大切にした、日本の教会の祈り会がこれから祝福されていくことを祈り続けたいと思います。やがて父は神様の恵みによって会社で、まあ、うまくいくというか、成績優秀だったためにハワイ旅行に、まあ、行かせていただいたことがありました。アラモアナショッピングセンターってご存知ですか。上司と一緒にブラブラしていた時にキリスト教グッズのお店がありました。父はクリスチャンですから、一緒に中に入るとイエス様の有名な聖画がそこにかけられていました。ご存知でしょうか。イエス様が扉の前でノックをしているあの絵であります。で、父が上司にその絵の説明をしました。上司、聞いてください、これはね、ドアノブが内側にしかないんですよ。だからイエス様は扉を破って入ってくるお方ではない、中から開けてもらえるまで待ち続けるお方ですと言うと、上司がえらく感心しまして、お、これこそセールスマンの鏡と、そう言ってその絵を買って、なんと会社の お部屋の入り口にその絵がしばらく飾られていたと、そんな不思議なことが起こりました。私たちのイエス様は今日も扉の入り口で
待っていてくださる。今日の一章七節八節を読むと、テサロニケの教会はその地域全体の良き模範になったことを知ることができます。その秘訣は六節にありますように、多くの患難の中で聖霊様による喜びによって御言葉を受け入れたことが一つ、もう一つは人たちと主に習うものになったとある。それが秘訣であると思います。パウロ先生の教会を愛する姿勢や祈りの姿が信徒たちの模範になり、それがまた周りの人たちに次の世代に広げられていったのでありましょう。今アメリカでウォールームというクリスチャンの映画が大ヒットしているのをご存知でありましょうか。映画のテーマは祈りの力です。ジョージア州の1200名ぐらいの教会が作成した映画ですが、全米で売り上げナンバーワン、ナンバーツー、まあミッションインポッシブルを超えたとか、映画が終わると、この観客がその場で祈り始めて、映画館の従業員がほらもう帰りなさいと、誘導しなければならない、そんなことが起こっているという。ウォールームというのは軍隊用語で、戦いに行く前に情報を集め、リーダーが戦うプランを練るお部屋、それがウォールームです。監督のアレックス・ケンドリックさんがインタビューでこう答えています。私たちの信仰生活にもウォールームが必要です。祈りの部屋でまず神様を求め、主の導きと御手の介入を祈らなければなりません。私たちの戦いは祈りによるのです。歴史上のリバイバルの背後には人々の祈りによる一致がありました。祈りは主の御臨在の爆発を引き起こします。そんな監督によってすごい映画が作られたということであります。セレブレーションオブラブ、日本武道館の働きも迫っています。首都圏のリバイバルのために祈りが必要でしょう。ラブソナタをはじめ、さまざまな伝道の働きが今日本中で広げられています。私自身もう一度祈りの部屋ウォールームに戻り、主の働きのために準備するものでありたいと思わされます。共にリバイバルのために祈り備えようではありませんか。マタイによる福音書11章29節でイエス様はこうおっしゃいました。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。弟子たちはイエス様に習い、その弟子たち使徒たちの教えを守ることを通して、初期のクリスチャンは成長していきました。パウロ先生もダマスコ途上でイエス様に出会い、そのイエス様への情熱がテサロニケ人々に伝染していったということができるでしょう。すべては主イエスキリスト様から始まります。心優しく減り下った最高の模範、人生のモデルであるところのイエス様に習って、今日も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛するイエス様、テサロニケの教会のように神様に愛され選ばれている感動、聖霊様の喜びに満たされて信仰生活、教会生活を送ることができますように、祈りの力を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。